私の悩みはこちらです。何？番組で爪痕を残すにはどうしたらいいか。これは聞きたい。本当に悩みで、うん、ま、なんか大体当たり障りのないようなことを言ってカットされるのがオチなんですよ。うわー、もうお前あれなんだよな、さっきみたいに言ってますけど、やっぱ自分捨てられないところはね、やっぱあるからね。いや、いいのよそれで、うん、むしろなんかその、いや、同じことしなくてもいいわけじゃんか、みんなと。そうってなったら、やっぱ逆に言うと、せっかく大学まで出て、はい、気象予報士の資格まで取ってるんだから、はい、もっとそこ突き詰めていくしかないんじゃない。あ、もうゴリンゴリンに、なんならもう一回大学入ってもいいと思う。あ、それはちょっと厳しい。なんでやねん。ひげや。いや、もう勉強好きでやってたわけじゃないんですよね。あ、そう。でも向いてると思うよ。あ、まあそれはそうだと思います。なんかでも、なんかそのバラエティとか出た時に、うん、もう本当に言えないんですよ、面白いこととか。いや、だから真面目なのと、やっぱりそのね、どっかやっぱこうね、バカになりきれない、そのリミッターがかかってるから。どうやったらそのリミッター外れますか。無理だよ。無理無理、絶対お前はそこはね、絶対そこは捨てきれないと思う。じゃあもう知識を積み重ねていく。そう、なるほど。これしか僕はないと思います。どんどん頭良くなっちゃいます、はい、頑張ります。さあ次、岡田さん。はい、岡田いきます。私の悩み相談はこちら。次の髪色、何色がいいと思いますか。今まで何色して、逆に言うとしてない色ってあるんですか。やってない。暖色系あんまり、ピンクとか、結構赤とか。そうです、ピンク、青、緑か。ピンク、青、アッシュ系とかをやってきたんですけど、うん、なんなんでしょうね、次。もう一回、あれじゃない、もうその色じゃなくて、もう地肌出す感じじゃない。あ、もう髪色とかじゃなくて、ここバーチ刈り上げ、刈り上げて。かっこいい。すごくないですか。え、めっちゃいいですね。だからこう、だからほら、下ろしといたら分かんないじゃないですか。確かに下ろしたら分かんないけど、ライブの時こうやったらもう、実はこうなんですみたいな。もうインディーズバンドみたいな、もうなんか。ゆうこさんが前やって怒られてたよ、ね、あ、やってましたね。ゆうこさんやってましたね、なんかめっちゃ怒られてたって。大島さん、そう、ゆうこさん、大島さんはやっぱもうそうやって人を怒らせてない、いくらで運営を怒らせてなんぼじゃないですか。大島さんみたいなタイプの人は。確かにね、問題を起こしてなんぼですから。そういうこうね、いいんじゃない、なんか。もういいですね、ちょっと検討しますっていうか、その色入れて短くするっていうのもありますからね。うん、だからこっちはパッと見やすい今の足なんだけど、ここは違う、ここ開けると全然違う色だと。あ、村山さんお願いしてもいいですか。はい、私村山は、うん、トーク力、語彙力を上げるためには、おふわ、語彙力なんていうか、それこそ173で、はい、あのアフタートークっていうものをやらせてもらった時に、ここの2人が司会だったんですね。はいはい、で、峯岸みなみさんの卒業コンサートのアフタートークだったので、卒業生を迎えて私たちが司会で広げていかなきゃいけなかった時があったんですけど、緊張しすぎて本当に何も喋れなかったんですよ、司会なのに。はっていうことがありまして、あとはまあ私今チーム4のキャプテンとしても周りをまとめていかないといけない存在になっちゃったので、あらら、こうそれこそ卒業発表とかあった時にっていうか、まあそれこそ劇場でだって率先して話していかなきゃいけないんじゃない。そうなんですよ。なんなら回していかなきゃいけないタイプじゃない、うん、そうなんですよ、うん、なんかこの間あれだったよねとか、うん、俺この間こういうこと言ってなかったっけみたいな、うん、そう、本人が忘れてないこととかも取っといたりとかすると意外と使えたりとかするかもしれないし、はい、なんかもうその語彙力はあまりそのなんかこう難しい文法とか漢字とかもうそんなのいいじゃんじゃなくて、その自分の言葉でいいから、なるだけそのなんかそのここはなんか人が見てないだろうなとか、これなんかこれこういうこと、自分はこれ面白かったんだろうなみたいなことをなんかちゃんとこう自分の中でなんかいくつか押さえとけるといいかもしれないよね。なるほど。